アッシュレディオ。さあ始まりました。さあ始まりました。アッシュレディオです。皆さんおはようございます。眠い目をこすってるんでしょうか。それともお昼もしくは夜に聞いてるんでしょうか。ああ。でも確かに、YouTube のこう再生回数のこう伸びみたいなのちょっと分析すると、はいはいはい、やっぱ朝あんまり6時とかに聞いてる人はそんなに、そうですね、100人いないぐらいですね、うん、でも逆に100人未満ぐらいの人はやっぱすごいですね。いやすごいね、確かに100人の皆さんすごいですよ。だってこの前その僕の知り合いの子とかは朝僕4時半に起きてるんですけど、はい、4時半に起きて、その子も4時半に起きてて、はい、で今日はちょっと目覚ましかけ忘れましたみたいな感じで5時ぐらいにその LINE が来て、はい、で、まあ、僕が普通に仕事してたらラジオを聞いてたら職場に着きましたっつって、はい、行ってらっしゃいっつって、すごいな、すごいな、朝からテンション爆上がりしてんじゃないかなと。先日うちのオフィスに来ていただいた銀行の方も来て、もう来た方もね、まさか普通に銀行とお金を借りる契約をはいはいはい、したら実はアシュレード聞いてますけど実はリスナーさんでしたね、はい、ちょっとドキマキしましたいや、ありがたいお話ですよ、本当に全国津々浦々でいろんな職業の方が、ね、だから感謝っていう気持ちですよね、聞いていただいてね、はい、感謝っていう、僕が言ってるその感謝っていうのはありがたいっていう話とはまたちょっと違って、うんうん、その謝りを感じるって書くじゃないですか、感謝って、うん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 、だからむしろ申し訳ないぐらいだから僕なんかもうすいませんって言ってたじゃないですかすいません本当になんかもう僕の中の感謝ってなんか結構もう本当にすいませんっていうそういう感覚の人たちですよ。そんなことしていただいちゃって、はいはいはい、そこまでしてもらってもすいませんっていうわざわざ聞いてもらって、うん、謝りを感じるほど車の中で聞いてる人もいるみたいですね、僕の知り合いとか。ああ、車の中はいいですよね。車の中の、その、東京 FM とかじゃなくて、アッシュレイドを聞いてる、はい、確かにありがたい話だよ、本当に。いやいやいや、じゃあちょっと質問いっちゃおうかな、質問いっちゃいますいっちゃいましょう。いつもありがとうございます。人は、ごめんなさい、この質問前読みました。これも読みました、ごめんなさい。これいきましょう。吉川さんこんにちは、アシレイジの質問お願いします。アシナさんは自分の頭の中の考えや感情を言語化するといいとおっしゃっていますが、昔から紙に書いたり日記を書いたりして言語化しているのでしょうか。今はおそらくツイッターが言語化ツールとなっていると思われます。ツイッターで言語化する以前はどのように感情やモヤモヤを言語化していましたか。私は何か紙に書いたり日記を書くと続けることが目的化して億劫になります。アシナさんは言語化する習慣、言語化するべきだと気づいたのはいつからですか。よろしくお願いします。なるほど、言語化に関してちょっと一回話を整理しましょうか。ほう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 。僕が、うん、お伝えしてることっていうのは、うん、僕は聞かれてから答えてるじゃないですか。うん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 、で、これ僕全部無意識です。全部意識せずに普通にやってることなんで、うん、言語化する習慣をつけるとかないです、実は全く。それはもう全て今聞かれてみたら確かにあの時にこうしたなっていう話なんで、だから僕自身がその、はいはいはい、よし言語化しようとかこれを習慣化しようって決めてやってるわけじゃないんですよ。はい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 、っていうことをまずこう大前提として押さえていただかないと、うん、そのじゃあ明日に言われたからこうやったらそうなるんだろうっていうことでは全くないっていう、うん、もう無意識にのめり込めるぐらいそうやることでしか習得ができないっていうのが僕は真実だと思います。だからこのラジオはもう一切意味ないです意味のないラジオですだから無料なんです情報に価値はない、はい、だから僕は情報に価値がないと言ってるだろうだからこれでお金取っちゃったら、うん、これでお金取るのも全然合法だし、うん、正当ですよ、うんうん、全然お金は取るべきだとは思うんですけど、うん、なんかこれでお金を取ってなんかお前の言われた通りにやってももう金払ったのによっていうやつの方がめんどくさいじゃないですか。ああ、僕はもうめんどくさいやつが一番嫌いなんですよ
そうだね、はい、コミュニケーションコストかかるよ、はい、めんどくさいってことも何よりの赤字だと思う、うん、うんうんうん、ちょっと赤字と黒字の話をする、はいはいはい、これはこの話しましたっけ、いや、はるか昔に話したような気もするけども、みんなその赤字か黒字かって、うん、あのお金、マネー、キャッシュしか考えてないじゃないですか、うんうんうん、でも赤字か黒字ってその、うん、嬉しい、うん、楽しい、大好き、うん、これドリカムでしたっけ、ドリカムだね、完全今ドリカムしか出てこなかった嬉しい、楽しい、大好きは、うん、もう黒字なんですよ、だからみんな頑張るわけじゃないですか、みんな努力をするわけで、みんな労力をかけるわけで、うん、時間をかけるわけで、うん、そのリターンを求めてるんですけど、うん、そのリターンはお金だけじゃなくてありがとうって言われるとか、うんうんうん、なんか笑顔が見れるとか、うん、自分も楽しいとかっていうのが黒字なんですよ、うんうんうん、でもその感情的なあのベネフィット、プロフィットもこう忘れてお金だけに走る、お金しか喜びでないってみんな錯覚しちゃうんで、うんうん、そういうビジネスマンはあ残念ながらになっちゃう、うんうん、だから一方でつまり、めんどくさい、これも全部赤字です、うんうん、めんどくさい、うざい、キモい、うん、やだ、うん、臭い、うん、これも全部赤字です負の感情というかそう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 、自分がネガティブになってしまうこと、そう、うん、つまりその赤字か黒字かっていうことをそのキャッシュだけ見るっていうのが非常に危険です、で結局感情が人間を支配してるわけなんで、うんうんうん、その感情をちゃんと見極められないと、そのキャッシュである赤字黒字っていうのを絶対落ち込んでいくんですよ、うんうん、あー、はい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 、はい、だからめっちゃめんどくさいんだけど、めっちゃ嫌なんだけど、もう今すぐ死にたいんだけど儲かる仕事っていうのはこう将来的に必ず赤字になるんですよ、はあ、はいはい、でそれ人間が動かなくなったら終わりじゃないですか、持続可能じゃないというか、そう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 、あー、でもキャッシュの黒字ってそんなにドーンと大きくはないんだけど、うん、みんながめちゃめちゃ楽しい、大好き、うん、嬉しい、楽しい、大好きで、うん、仕事をしてるともう全員ドリームカムトゥルーですうわ、着地がすごいそこに着地した、なるほど、そっちを大事にしないと、そっちを大事にしないともう話がもう、うん、大変なことになっちゃう、何の話でしたっけ、なんだっけ、めんどくさいやつ、あ、だからそのラジオ有料化したら、いやいや、その前の質問者のあなんか全然違う質問しましたあ、言語化、言語化、そうそう、言語化、昔から言語化してたんですかって、やっぱここまで話を脱線できるっていうのがやっぱ美しいですよね、確かにな、脱線力、はい、脱線力、あ、だから面白い話って必ず脱線するんですよ、確かに、いかに脱線して、うん、あのみんなに脱線したこと、脱線して文句を言うっていうことじゃなくて、うん、脱線してもあ脱線した方がむしろ楽しいなっていうぐらいの話にしてってはいはい、はい、最後その脱線の伏線を全部回収して結論にパチンと落とし込むのが素晴らしいスピーチなんです、あ、これは素晴らしいですよ、うわ、でも滑らない話とか面白い話っていうのは大体構造はそうなってます、あのスタートからオチっていうところまでがあって、うんうんうん、日本語で言えば、うんうん、スタートとオチがあって、そのスタートとオチは別にそんなに大したことないんだけど脱線が面白いから、あ、だから面白い話だ、はい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 、はい、確かに学校の先生の授業とかもなんか脱線してる、あ、そうそうそう、先生の方がそうなんですよ、面白い、そうですね、だから世の中の先生脱線の技術を学んだ方がいいですなんで脱線できないんですか、怖いんですか、脱線しちゃうと、いやー、まあまあ二つあると思うんですけど、一つは楽しませようと思ってないっていう、あー、もう一つは楽しませ方を知らないっていう、それじゃないですか、あー、楽しませようとしてないし楽しませ方が分かんないと、まあそっか、いや、自分も先生、まあ、特に真面目な人に多いんですけど、うん、真面目な人は真面目だから、その楽しんで勉強するとかも関係ないんですよ、やれって言われたことでやるだろう、うん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 、だって俺はそれでやってきたんだって、あ、だからお前も今からすげえつまんないこと言うから、うん、その関係なくあの勉強しろっていうっていうスタンスじゃないですかそれは勉強できないよな、あ、だからその脱線にいかに大事なことを紛れ込ますかっていうのが、その要は世界で言われるスピーチですよ、テッドトークとか、テッドトークの方が脱線してないですね、あー、そう、もっとすごい、なんだろうな、なんだろう、あ、だからそれが漫談かな、スタンドアップコメ、漫談だと思います、本当の、あ、一人なんかボケがあってツッコミがあってっていうことじゃなくて、なんかそのボケでもツッコミでもなく面白い話、みんなが共感できる話、うん、みんなが笑える話の中に
いろんな出来事を盛り込んでその伏線を回収して最後に、いや僕が、つまり僕が伝えたいことっていうのは人生は自分の責任で生きろっていうことなんだ、マイケルで終わるみたいな。で、拍手喝采。はい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 落語もそれに近いんですかね。ちょっと落語、うんうんうん、近い近い近いですよね、はい、多分落語家さんってすごいなっていう。落語もそうじゃないですか。もういきなりパンってなんか、うんうん、情景描写とか、うんうんうん、あのシーンからパンって入って、うん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 、そのシーンが面白いじゃないですか、うんうんうん、で一番最後に今度は饅頭が怖いってあの終わるじゃないですか、はい、なんかあの饅頭、はいはいはい、あーそこにそれが結局大事なとこなんだとか、うん、なんかそういう、うん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 、いやそうですよ、ちょっとアメリカンの、まあ、なんだろう、こう世界的なスピーチとか、うんうんうん、近いですよね。うーん、でも落語はなんかこう、なんだろう、スピーチってのは毎回喋る人によって内容が変わるんですけど、うん、落語は喋る人によってなんか内容までは変わんないじゃないですか。うん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 、お話があるからね、はい、っていう、うん、なんかその言語化、まあ言語化、感情やモヤモヤを言語化してたんですか、芦田さん、昔。ああ、それで言うと、うん、僕はもう半端ないキャプテンだったんで、うんうん、もうキャプテン誌が良かったんですよ。もう俺の通りにすれば大丈夫、俺の言った通りにしろ、うんうん、っていう、もうそのキャプテン誌がすごかったんで、はいはいはい、あの言語化のトレーニングとかどころじゃなくて、もう毎日毎分常に言葉にし続けてきた人生だったんで、うーん、それは言葉使えるだろうっていう、っていうのもありましたけど、うーん、言葉にしてきたって、その自分が今思った感情とかをなんでこう思ったんだろうみたいな。ああそうそう、あれなんであいつら練習しねえのかなっていうのを常に議論して、うん、常にその仲のいいやつと喋って、あ、じゃあ次これやろうぜ、でもそれお前それ違うんじゃない、でもこうなんじゃない、うん、っていうことをずっとやってこれたんで、だからちゃんと試行錯誤っていうのをできましたね。ああでも普通の人ってなんであいつら練習してんだよって思うこともないだろうし、うんうん、なんかどうやったら勝てるのかなって考えることもないんで、うんうん、なんかないな、はい、だから戦争に出かけることがないんだったら刀を持つこともない、トレーニングをすることもないぐらいの話です。でもこっち普通に戦争出てるから、うん、なんかなんでそんなトレーニングできたんですかって言っても、いやだって戦うんだからするだろうっていうぐらいの感じなんですよね。つまりその自分の中でその目標だったりとか締め切りだったりとか、うん、ゴールセッティングだったりとか本番っていう、うん、とか試合っていうものを作らないと、なんかやっぱなかなかこう自分の理想は達成できないんですよね。で、子供の頃って結構与えられて野球部に入れられて、うん、もう勝手に勝つっていうことが、うん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 、もうチームの目標であり自分の目標じゃないですか、うんうん、でもその勝つっていうことは自分でゴールセッティングしてないんですよ。そうじゃないですか、うんうん、なんかもう勝つことがもうすでにゴールみたいな、うんうん、でも大人になるとその何が自分にとっての勝ちなのかっていうのを自分で決めなくちゃいけないんで、うん、それがみんなできないからモラトリアムというか、うん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 、自分探しみたいな。そう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 、あでも自分がどうなりたいとかもっとこうしたいっていう価値とかゴールとか理想がなければ、うん、仕事って全部アルバイトと変わらないですから、ただ時間を垂れ流してお金をもらうとなっちゃうんで、そういうことだ。だからなんかこう自分の中の本番を決めたらいいんじゃないですか。あで本番から逃げないっていう、みんなの前でプレゼンをするっていうだけで人はめっちゃ成長するんですよ。でも普通の会社員ってみんな全体の前で自分の話をする、プレゼンテーションするって、うん、多分月1回絶対ないんですよ、うん、ないな。3ヶ月に1回もないんですよ、うんうんうん、多分年に1回同僚の中の1人が年に1回するんですよ、でも片や毎週プレゼンテーションしてる人だったりとか毎日プレゼンテーションしてる、なんなら毎日ラジオ喋ってる人からすると、うん、成長率はもう全然話にならないんですよ。確かに、だから本番の数は違う。確かにそうだね、もう打席数が違うんだ。全然違う。あ1打席しか出ないのにどうやって1勝に勝てるんですか、それは無理だろう。うん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 、
でもその打席数だけ多くてもいいわけじゃなくて、打席数とともに考える数というか試行錯誤というか、自分の中で PDCA を回してどうしてやったらいいんだろうっていう理想に向けての改善がないと、ただ打席立ってるだけみたいになっちゃう。いやいや、それはですね、ただ打席に立ってるだけでいいです。あ、そうなんだ。はい、ただ打席に立つだけで、まあ勝手にっていうと変だけど、勝手に、そうです、そうです。結構なんか最近の若者の、うん、うんうん、多分これも昔からなんですけど、うんうん、最近の若者のすごく悪い癖は、情報が出回りすぎて、うん、もうつべこべ情報がどうかっていうとか、うんうんうん、効率がどうかをすごい気にしてるんですよ。っていうよりも、とりあえずなんかブラジルに連れてかれて、うんうん、サッカーの試合会場に出されて、うん、出されたら、うん、やるしかない、それやるしかないんですよ、うん、で、それをあの試合1回じゃないですよ、うん、もう1年間で300試合やるぐらいのノリで、うんうんうん、やれば上手くなりますよ。ああ、そうだね、はい、でも300試合っていうのは、あのチームから与えられた300試合じゃなくて、うん、自分から毎回試合にエントリーして、うんうん、自分が申し込み書を書いて、自分が試合に、明日も試合に出るってことを決めなくちゃいけないんですよ。監督とか友達に、明日来いよって言われないんですよ、ビジネスは、うんうん、ビジネスってこう社会の世界って、うん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 、っていうことをみんな舐めてます。ああ、自分で試合作んなくちゃいけないんですよ、うん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 、っていうのはやっぱみんなできないんですよ。そうすると、いや、やっぱ大変だからじゃないですか。あ、わざわざ苦労したくないというか。だからビーツって、うん、エナジストと呼ばれるパーソナルトレーナーが、うん、お客さんの予約を取らないんですよ、絶対に取らないね、うん、それはお客さんが自分で取れっていう、うん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 、お前が自分で取って自分で乗り越えて、うん、自分で自分の人生をコントロールできるようにならなかったら、お前の人生のって意味ねえだろっていうのがビーツなんですよ。だからビーツに来てるお客さんってマジすごくないですか。すごいエネルギーもだし、マジすごいっす、うん、すごいねっていう風にして、うん、そのビジネス側とユーザー側がちゃんとリスペクトし合えるっていうことを作るのも含めてビジネスな、ビジネスというか事業なんで、だからそういう、だからなんかただパーソナルやってますとか、うん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 、ただこんな仕事をやってますとかっていうことじゃないんですよ。どんだけ自分からエントリーさせるか、どんだけ自立させるか、どんだけ自分から勝負っていうことに挑んでもらうかっていうことをやらないと、なかなかドリームはカムトゥルーしない。ありがとうございました。